おいっす。おいっす。おいっす。8時だよ。全員、9。ん？いろいろ違う。いろいろ違うね。いろいろ違う。9の4枠目です。9の4枠目。はい、9の4枠目。難しい日本語だ、25面を宿題と残しまして、はい、26面までプレイしました、はいはい、じゃあ27面いきますかね。はい、そうですね、21時半でしたね、もうまた出たよ。出ました、ヒーロー。ヒーロー何なのヒーロー、ヒーローよく寝っ転がってますね。これあれですよ、21面と同じパターンだけど、はい、ヒーローがいるんですね。そうですね、路上生活の方かなこれダンボールハウスなのかなとりあえず同じ方法で右にひっくり返さないと出てこないんじゃないか。そうですね、短い、自分の指が邪魔透明な指の開発求む分かる。おうおう、びっくり、短い、よいしょ、あ、使った。あ、そうそう、唐揚げ落とし方なんですけど、はいはい、エネルギーは重さにも比例するんですけど、うん、速度の2乗に比例するんですよ。あ、だから、あ、すげえいった、そうそう、だからね、なるべく重さよりも速さを重視したいので、速さっていうことは高さなんですよ、うん、だから高さを重視して落とせば大丈夫。あ、でも順調ですね。これ21面と同じだとすると、はい、出るかな。多分一発でぐるんといくのが理想的なんでしょうね。そうでしょうね。唐揚げ作りますよね。はい。でも唐揚げが邪魔になってヒーローが右の壁に当たらないので、唐揚げの紐が邪魔ですね。ですね。唐揚げの紐ってなんすか。唐揚げの紐。どうすんだべ。一発でぐるんといけばいいですけどね。ですね。だから最大エネルギーでこうがっつりやる感じですね。21面でぐるんって一気に180度回るのは、うん、結構やって1回か2回でしたね。はいはいはい。おお、いたいた、おお、すげえ、ゆでゆで、すげえ、今綺麗にいった、綺麗にいったね、美しい、こういうこともあります。はい、いい感じです。じゃあ28面いきましょう。はい、よいしょ、28面、ステージ、ボールは右の、棒は、ボールは右、棒は左のビーカーに入れろ。はい、ボールは右、はい、まあこれはそんなに難しくないかな。まずボールを右に入れたいですよね、うん、最初からうまくいかねえんだな、まあ、入りますよね、はい、棒を左の、棒の上にうんこ乗ってますけどグイッグイッ、棒の左端をグイッってやりたいですよね。そうですね、それで行くのかな。うんこ乗ってるけどなんか右かな、右から攻める、多分これはいろんなやり方がありそうな雰囲気です、ね、あ、行かない本当はこれでこうなんか、はいはいはい、こうやりたかった。うん、いや、それありだと思いますよ。ドーン、難しくなったまあ上からそこをひたすら当ててればなんかいきそうな感じもしますけどね。ダーン、意外と重かった、うん、あ、でもなんかちょっとずつ左にずれてる。あ、そうか、うん、左にずらしていけばこのまま、うん、ああ、なんか力は押しで、力技でいけそうな面ではありますな。まっすぐ、うん、もうやけくそですよ、うん、どーん、あーダメだ、つくづく指が邪魔だな、うん、やっぱり右からクイッてやりたいな。そうっすね、ゆっくり、この摩擦抵抗の少なさ、うん、多分ね、ほぼゼロなんじゃないかな、うん、摩擦で止まることない、あんまりないですよね、このゲーム。あれかな、あれをあれしてあえてグイかな、
うん、あと多分左のビーカーをなんか移動させて落とす人もいそうですね、うん、これは。あ、力技でした。すげえ力技でした。すごい力、全く綺麗じゃない。じゃあ続いて29面です。あ、アヒル的なものが見えてきましたね。本当だ、29面です。2つのボールを接触させろ、うん、上の赤いボールと下の方にある白いボールですね、はい、で右の方はかけない。とりあえず上の赤いボールは右に動かすしかなくて、はい、左のやつも右に動かすしかない気がしますけど。そうですね。これで摩擦がないのでゆっくり右まで行くっていう。ゆっくりこの5分制限時間がある中でこの時間がかかるっていうね。ちょっと重いっていうね、重いね、下の球、うん、まあでもこれで行くんじゃないですか。これあれだな、下の球先行ってないとダメだな。あ、いやでも両方とも一番右まで行くんじゃない。上のボールを移動させている白いボールが邪魔になって振れねえんじゃないかっていう。あ、そういうこと。あ、そうか、うまく調整していく。ちょっと、うん、運の要素が若干。あ残念。これもうダメだな。残念ながらそういうこともそういうこともあります。でかいやつをしたら結構グイッといった。あ、本当だ。で上で失敗してしまった。これ上の球がゆっくりしかね、俺転がせられなくて。上の球、あ、すげえ早く転がった。うまい。あ、いたいたいた。あ、行きましたね。これはこれあといたずらしない限り大丈夫だ。はい。ユーティーティーティーユーティーティー。29面クリアしました。やったー。鈴木メソッドがあるからこんなすくすくサクサクいってる可能性ありますけど、ね。はい、ヒントを随時。30面です。はい、ボールを赤いエリアに触れさせろ。お、まあ倒すしかないですよね。そうっすね。唐揚げですね。ですね。カツラ&唐揚げメソッドかな。合ってますね。あ、倒れるな。でも、うん、唐揚げ書いてる途中で倒れちゃった。ああ、これでうまく左の方を高くできればいいんですが、うん、ということは桂メソッドになっちゃった。ただのカツラだった。ただのカツラになった。クイッ。おお、このままスルッといけば、うん、カツラが長すぎるとそれはそれで外れないんですね。カツラがカツラが抜ける。世の中うまく思い通りにはいかないものです、うん、そうですね。カツラを書くというのは本当難しいものです。カツラとはかように難しいものなのです。そう、下にボールで滑らせるとか視点作るとかっていう必要もある場合がありますね。これはそうか、先になんかこう、ん？ん？倒れてそのままずり落ちてくれればいいんだけどな。うん、カツラの長さをうまいこと調整して、はい、
かけつつかつカツラが取れるようにですねしたい。スポッいけ抜けてほしい。上からなんかぶつけてみる。上から衝撃を与え、カツラおじさんの頭に打撃を与えてみる、うん、ドーン惜しいな。もうちょっとカツラ短くていいのかな、うん、カツラの毛足の長さはね、あの地毛が見えるかどうかに重要ですからカツラちょっと短くしてみました。はい、いいと思います。よいしょ、釣り、あ、惜しい。もうちょっとうまいことなんとかなんねえかこれ。あほああ邪魔になっちゃった。泣かないで。ジャイアン。諦めないで。小学生以来の泣き方をしました。伸びたメソッド。泣いてなんとか。伸びたメソメソッド。メソメソッド。ああカツラ取れた。やっぱ引っかかるんですよね。その。だから。左側は長くていいんですけど、右側は短めにして、お、プロレスを見てるようですね。ね、あ、あ、惜しい。これダメだな、もうな。もうちょいあのコンパクトにまとめると良さそう。右短くていいんだな、これな。ですね。よっ、お、よいしょ、どうだ、どこいしょ、いけ、お、いけ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 、ゴーン、あー、いけ、いけ、いけ、ドコーン、あーあーあ、右はやっぱり全然短くていいんだな、はいはい、そう、唐揚げを下の方に作るべきなのか上の方に作るべきなのかっていうのはちょっとね、いろいろまだ分かりませんが、うん、上の方にした方が唐揚げ職人の皆さんの試行錯誤は続いているところですが、はい、お、ああ、うん、なんかもうちょっとでいけそうな気はするですね。やっぱコンパクトにまとめるのが大事かなと。コンパクトにすれば右に余裕ができるので、うん、いかない。ああ、ちょっとここ唐揚げやっぱ小さいと唐揚げパワーが足りないですね。ですね。下、下、違うか。唐揚げパワー溜まってきただろう。そうでもなかった。あ、視点でやると左が跳ねるので、その間に左に突っかえ棒を作る。突っかえ棒、視点でやると左が跳ねる、左が跳ねる、あー、あ、制限時間がダメでした。はい、諦めよう、諦めよう惜しかった。残念。まあでもこれはいけそうな感じです。いけそうな気がします。はい、30面お残し。はい、しっかり唐揚げとカツラという用語が定着してきました、ね、うん、じゃあ続いて31名、はい、ボールを出せ。おう、出せ出せ、お前の倒しますよね。そういう感じですよね。なかなか出ないですね。なかなか出ないですね。音楽ずっと聴いてて耳に残るっていうね。ツタンツタンタン。上まで伸ばしてお団子、なるほど。上まで伸ばしてお団子。
出ませんね。ダメですね。失敗した。リカバリー失敗。これなんか倒したとこ、唐揚げが邪魔になる、唐揚げ棒が邪魔になるんだよな。そう。なので、視点力点作用点を作って、吹っ飛ばすみたいなやり方もあり得ると思います。左の方とかに例えば作って、右にぶっ倒す。グイ。グイ。あ、いかない。残疑棒、残疑棒、残疑棒、若干分かんなくなってきましたよ僕は。この曲有馬さんの曲っぽい。なんかうまいのありそうなんだけどな。こんな感じで視点力点作用点作ると変則カツラですね。はい、こういう、あ、もうちょっと高いかな。なんかよくわかんないけど、どうなりました。こうなって、あとは力技で力技で、あとは物理でなんとか。はい、これの方法だと右側を使わないので、うん、傾けた後なんとかする余地が。これ消す機能がないのがね。そうだね。見て戻すが欲しい。そうだね。ああ。シチューがもううまく書けなくなってきた。ドーン、これでうまくドーンってやるとこう綺麗に右に。あ、引っ掛けが鍵をどう作るかみたいな、うんうん、そうです。必ず左に倒れる俺。長いかな。ちょっと長かったですね。あ、ダメだもう。あ、時間早いな。時間です。あー、ダメだ、早い。キー、うん、なんかそういう、うん、そういうあれだな。それで綺麗にパターンって右に倒すと転がります、ね、うん、これが一番スマートな気はします。そういうことだそうです。はい、諦めよう、諦め重要。はい、32面、32お残し、モアイ、立てたまま赤いエリアまで運べ。お、うん、でかい、でかい、ヒーロー、これ重いな、ヒーロー以外の初めて。べし、微動だにしない。うん、ああれ動くよ、動くっす。べし、あ、これは結構、うん、結構力技でいけそうな。下半身がえらくセクシーなモアイ。グラディウスかな。グラディウス。あ、なんか、はい、ちなみに豆知識ですけど、首のところ空いてますよね、はい、あそこに弾を置けますよ。何の役にも立たないですけど。役には立たなかったね。はい、でもこれね、唐揚げ5個でいけます。ああ、唐揚げ、はい、ずい、おお、あ、いたいたいた、お、
いたいた、力技でした。力技でした。唐揚げでもよかったのかな、何でもいけそうな感じでしたね。そっか、棒でよかった。うん、棒でも大丈夫でしたね、うん、続いて33名、赤いボールを左の壁に当てろ。うん、これどうやったっけな。おう、左の壁だから右は自由に使えるわけだな。そうですね。コップ的なものを吹き飛ばしてしまうとそれが邪魔になる可能性があるな。うん、確かに。とりあえずなんか円をグイッとグイッ、あーなるほど。なんかグイッてやるとコップが向こうに行っちゃうんだな。うん、なるほど。かといってコップをそっちにやると左側に障害物が溜まってしまうから、うんうん、果たしてこれあれだな、カツラメソッド、カツラ&唐揚げメソッドでコップだけ右に飛ばして、はいはい、グイそううまくはいかないのであった。あ、でもそれ近いと思います。 近そうな気がするんだけど、うん、バランスが難しいな、うん、結構これもカツラぴったりかぶせる感じ。カツラぴったりメソッド、うん、はい、なんか倒れちゃうんだよな。うん、おむつの宣伝みたいだね。カツラぴったりボールが右に倒れちゃうんだよな、うん、もうちょっとコンパクトにすると多分いくと思いますよ。友だ俺、すごい、すごい、これは明らかに違うやり方だと思いますすごいクリアの仕方、適当にドーンってやったら終わったマジか、違うだろこれ絶対違うよひどい解き方をしたゲームデザイナーがっかりこういうこともあります、こういうこともあります、はい、まあいいことにしましょう、はい、じゃあ続いて34ステージ、赤い、違う、ボールを赤いエリアに触れさせろ。うん、これあれかい、位置エネルギーかい。位置エネルギーだとすると足りないんだよね、正しく。あ、そうですね、保存されているならば、はいはい、こう落としたらドーン、あ、全然跳ねないわ、スーパーボールじゃなかったこれ誰でスーパーボール用意しなかったの。AD さん、 AD さん、えい、ジャンプ台でぐるっぐいっていかないんだよな、これね、難しかったです。結構いろいろ多分方法あるんだろうけど、うん、俺はこれ球をね、左に落としつつ、落としつつ左の方で視点力点作用点、まあ、シーソーですね、シーソー作っとい て、トンでピョンってそう跳ねさせて左上に、ね、ぶっ飛ばす気合ですねそれ、気合です、結構難しかった。でも他の方向もありそうな気はするんだけど、なんか滑り台的なやつだと多分これうまくいかないんですよ、うんうんうん、そんなにパワーないのね、うん、そうなんだよね。力技パターンの勝利が俺見えない、うん、一応跳ねました、跳ねた、跳ねた、こんな感じのシーソーを書いて、
そう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 アクションゲームやん。それで左上に頑張って、高めの方が狙いやすそうですね。そうそうそう、視点が立たない。視点はね、この人人っていう感じにするといいです。あ、そういうのもあんのか。下土台つけると楽です。 逆 T 軸あんのか。あ、これでちょっと、あ、これいいんじゃない。これかなり楽じゃない。これいいんじゃない。あ、こんな感じか。これ安定してんな。あれ、跳ねない。跳ねるパワーが足りない。もうちょい低くていいかもしれないですね。うん、わー、あー、飛んだ飛んだ飛んだ。これなんかこの作戦でいけそうな気がする、うん、いけるいける。赤いゾーンを置けない。ああ、そうなんです。ゴール地点を置けない。うん、そうか、でも視点を逆 T 字にするというのはいいな。視点はまあ何でもいいですからね。なるほど。あ、違う違う違う。でオッケーはいいのか。視点を描くのがめっちゃ下手だ。むずいんですよね。で、ボールを邪魔なのできちゃった。向こうまで行ってほしいんだけど、はまっちゃうんだよなそこで。あ、そっか、左までやって飛ばすか。右でトンってやるか。あ、それ正解ですね。できんじゃない。そっかそっか、それが一番いいのか。うまく描けない。集中力が。あ、スプーンね。はいはい。あ、こういう感じね。こういう感じ。うんうん。あ、残り2分ぐらいですね、ワクワクが。ああ、うまくいかんねえの、むずいなこれ。こんな感じで、うん、グイッてやっておけば、はいはい、あう、あ、惜しいっす。ダメです。これもなんかやればできそうな気がする、うん、こんな感じですね、うん、時間切れです、はい、残念。そして枠が残り1分半終わり。2枠かかって、はい、1,2,3,7,9 9面クリアした。はいはい、2枠って1時間ですからね、これ。皆さん、これマクドナルドでお仕事したら700円ぐらいもらえますから、ね。本当だ。はあ。そうそう、理論値ではできる。理論値はできた。はい、ちなみに40面とか見てみます。見てみます。おお。おお。なんじゃこれ。見なかったことに。そっとしまった。そっとじ。そっとじ出た。じゃあ。今日はこの辺にしときますかね、はい、ですね。そっと字も出たところですし、皆さんコミュニティ登録をぜひお願いします。お願いします。もう皆さん大体してくださっているような気がします。はい、今ねレベル24でプレミアム会員の方があと27名増えるとレベル25になれます。はい、よろしくです。あと YouTube とかねニコ動の方にアーカイブをたくさんアップしてますので見てください。はい、ぜひたくさん見てください。 YouTube で見ると毎日見てください。はい、画質もいいんでね。そうだね。はい。あ、いいやつもあります。あ、いいやつ。明日ヌルポの後またちょっとやろうかなと思ってます。はい。じゃあまた明日よろしくお願いします。はい。さよなら。さよなら。おやすみなさい。おやすみなさい。